の歴史漫画。月刊コミック流に2006年11月号から2012年9月号まで救済を多く挟みながら連載された。コミックスは流コミックスから全4巻。兄弟の霊凍とは、ポルトガル人が台湾島につけた名前、ポルトガル語、フォルモサヌイである。松浦島の流れを組む海賊の頭であったよりは、スペインの軍艦に破れて、 配下のものをすべて失い、捕らわれる。スペイン戦には、ミカアンジェロと天草四郎も捕らわれていた。さきの島原の乱を、ミカアンジェロの手引きで生き延びた四郎は、ローマへ赴もき、ローマ教皇に、日本のキリシタンへの支援を申し出るつもりであった。しかし、ミカアンジェロは、実は、松平伊豆守の命を受けた、抗議隠密であり、長谷倉恒長が、 ローマ教皇宛てに残した支援の証拠を入手し、伊達政宗に、謀反の疑いありとして、伊達家を廃絶に追い込むことを目的としていた。イオリラは、冷凍の支配権確保をそれぞれに目論むオランダと、スペインと争いに巻き込まれ、そこで、宮本武蔵や台湾原住民の女族長とも、知り合う。争いの最中、民国の海軍大臣、帝史竜が割り込み、オランダと、 スペイン双方を放逐する。帝子竜は天草四郎を亡くなった自身の息子、帝森イ,イコール福松だと思い込み、いおり、ミカアンジェロ、ガガと一緒に平戸島へ連れ帰る。平戸では四郎が帝森として日本に戻ったことを知った伊賀者との争いが起きた。平戸を訪れた松平伊豆守は四郎の正体を暴くために大勢の隠れ切りの処刑を命じた。 踏み絵を行えば、処刑は回避できるが、隠れキリシタンは踏み絵を拒んで次々と処刑されていく。ついに四郎は、偶像礼拝禁止の競技から踏み絵をしても、キリシタンとしては何だ問題がないことを叫び、松平伊豆守に捕らえられそうになる。そこへ、熊本藩へ召し抱えられていた宮本武蔵が現れ、四郎を手盛りとして扱ったことで、 松平伊豆守もことを治める。四郎は過去を受けるために、民国へと向かった。時は流れ、民国は新国に滅ぼされようとしており、帝政公となり国政も授かっていた四郎は、新国への抵抗運動のために、冷凍へ攻めようと戦団を率いて向かっていた。その戦団の中には、いおり、ミカアンジェロ、ガガもいた。ありがとうございます。